それでは皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えください。クマユムガールさんです。皆さん元気ですか？元気があれば何でもできるんですね。いやもう今日は長崎来てですね、たくさんの方々来て本当に私もなんか元気もらったような気持ちでですね、さっきあの小坂社長の素晴らしい話聞いてですね、もうだいぶ感動しました。またその映像も素晴らしい映像とですね、まあ、本当に信徒の心ってですね、非常に日本人の心ってもう世界に伝わるような心であるというとですね、私も非常に同じ同感であります。まあ、私もですね、皆さんに今日話し、まあ、イスラムの立場からですね、話したいと思いますので、まあ、イスラムといえば皆さん本当にね、もう、ね、悪いイメージ、もタリバン、アルカイダ、ビンラディ、なんか、ISIS、イスラム国家も、悪いニュースばっかり見てるんですよね。で、あれは一応イスラム教だけど、イスラム教じゃないんです、あれは。あれはイスラム教徒です。イスラム教とイスラム教徒が違うんですね。で、イスラム教徒のことは、ムスリムって言葉いますね。だからムスリムはいろいろ。ヤクザもいれば、テロリストもいれば、善人もいれば、異人も聖人もいます。だからそれはその人のキャラクターなんですよね。人格なんですね。その人格で、もう自分の人格できたかどうかって、道徳倫理の勉強したかどうかって。で、イスラムは本当ですね、そんな人殺す、どんな宗教もそうなんですよ。人殺すことを教えないんです。戦争あったのまた時代は違ってやって、それぞれ戦争やってますけど、本当はイスラムっていう意味はですね、挨拶から言いますと、まず皆さんにですね、アッサラームアレイクムって言葉を使います。アッサラームアレイクム。サラームというのは皆さんに平和がありますように、神様の恵みがありますようにって意味ですね。そして、我々にですね、モハメドは神様ではなくて、神様のメッセンジャーなんですね。神様のメッセージを私たちに預けてくれたんです。そして何をするかって、もう神と共に生きていきなさい。だから人間の心は神の宮である。先ほどですね。それで中心にあると、やっぱり荒の神別に多いじゃないんですよ。キリスト教は多分ね、上とかこうしたんですよね。うん。キリストの神信じないと天国へ行けないとかでね。うん。モハメド、そうや。モハメドの神信じなくて、自分のいる神様を信じなさいですね。人間の心は神の宮にならなければ、神様は住む場所が失ってるんだ。だから心を広くして神様を住むようにしなさいですね。で、そのためにどうするかで、お祈りの宗教なんですね。一番世界でお祈りをしている宗教は何だと思いますか、皆さん。一日5回お祈りします。イスラム教なんです。それは何か平和を祈っています。人の幸せを祈っています。自分の幸せを祈っています。家族の幸せを祈っています。で、それを祈る前に、必ず集団的にモスクでお祈りする前に、その呼びかけのコーランの声があるんですね。それいつも私は歌いますので、ヘイタテ人でもそれを歌ってましたので、ここでも一曲歌いましょうかね。でまずですね、イスラムのお祈り。これ、砂漠の中でですね、本当にアラの神は心で感じるということでありますから、それを静かの心で聞いてほしいですね。アラーフエッバラララ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاةまずですね、心で神様を感じ、神様って、ね、存在してるんだけど見えない、見えるけど見えない。で、今日はですね、ちょっと皆さんに
神様のルーツ、神様の家系図を皆さんに教えたいんですね。神様はどこから生まれてきたか。神様、人間のルーツってみんなわかるんですね。親から生まれてきた、おじいちゃんが生まれてきた、大体7代、3代前、もう何代までもわかるんですね。もう神様の家系図は誰でも今まで話してないんですね。それを私ですね、神道と共感するということで、それをちょっと家系図をですね、今日準備してきましたので、皆さんにそこから始まりたいですね。まあ、基本的に目に見えない全て何かの原因がある。これは根源であるとよく言われますのでですね。その根源というと、実はたまたま先週ですね、松下幸之助塾の、上皇先生に話したらですね、松下幸之助さんが自分の宗教を作った。で、何を拝んでるんですか？それは小さな神社を作って、その中にアマテラスを外して、根源で書いて、根源を拝み始めた。で、それで私は先生で、先生その名前も付けたらいいじゃないですか。で、根源ってやっぱり失礼じゃないかな。ちゃんと人の名前があるはずなんですね。人間がただ生まれて、私の孫が生まれてきた。孫ですって言ったら、孫ですよねって言って、名前付けなければ。だから、その根源っていうに対してに、やっぱり素晴らしい存在であるということは、名前付けられてるんですね。それは基本的に、まあ、唯一神。どこ、我々はですね、こう考え方ありますか？一神教。必ず一つから生まれてきてます。何かが一つのならなければいけない。例えば、テレビ局作った人とテレビ作った人。同じ原理じゃなければ、放送局とテレビの原理が合わなければ映らない。放送する側と受信する側合わない。だから作った人は一人じゃなければいけない。いや、テレビは別に作っただけだ。まあ、後でメーカーは別にいいんですけど、その原理ですよ。二つの目的の中に一つの中心になるものが必ず必要であるから、それは要通信でやるということで、アラという言葉を使うんですね。アラという意味は英語でアラじゃなくて、アラビアでワンという意味なんですね。一つという意味ですね。アラですね。で、アラは、すべての人類の根源である、源である、見えない。で、見えるためにどうしたかって、宇宙万物作った。これ全部ですね、聖書、旧約聖書を中心とした教えがあるんです、イスラム教。で、そこは歴史を学んでからですね、我々のルーツわかるんですね。だから、これは神様のもう根源っていうのは結果、基本的に我々は見えないけど、大自然の中に存在してる。山の中にもいる、川の中にも、日本人はそれを神々と言ってるんですけど、我々は神の心であるんですね。神の心を作家が絵描きすると必ず絵の中にその作家の心が現れてくる。だから自然の中に全ては神々の心が存在する。見えないけど、ただその形を見ると人間は神様に似た一番近いんじゃないかと言われるんですね。で、そこで初めてその作ったのは、宇宙万物6日間かけて作ったけど、最後は男性と女性を作った話やですね。その名前はアダムとイブというんですね。で、アダムといえばアダムは男性であり、女性はイブであるですね。で、そこからたくさんの子孫が生まれてきた。まあ、いろんな神話がある。これはもう、旧約聖書の神話で言えば、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教は基本的に一緒なんですね。同じように似たところはね、私も本当に神道で勉強したのは、これ、イザナギ、イザナミ。これを間違えて、男性と女性も、小坂社長から僕いろいろ勉強してるんです。まだ勉強中でありますので、これは同じ人物じゃないかと思うんですね。で、同じストーリーがあるんですね。もう何かがもうイザナギイザナミが間違って変な子が生まれてきた。それは大変なことになってしまった。似たようなね、すべての過程が失敗から始まってるんですね。アダムと一歩ですね、もうこのリンゴを食べちゃいけない。リンゴの実を食べたから、なんかそれによって過ちを食って枝の園から追い出された。で、それによって子供生まれた。変な子供生まれてきて、それからまた、ね、長男が次男殺しちゃった。全く同じストーリーなんですよ。もう失敗ばっかりで。それでもう、ね、人間が元に戻らなければ、そこから宗教の始まりというか、何かの過ちを起こしたから、それを正しくするために、アダムと言えば40時間水に立たして、断食と水着をさしたんですよ。これは本当の聖書の話ですね。だけど、清められてから、もう一回今度交わって、ね、しなさいって言ったら、女の子が生まれてきた。それから素晴らしい巡礼が生まれてきて、いろんな人種が生まれたっていう話があるんですね。で、日本でもアマテラスオミカミじゃないかとおっしゃるんですけど、確かに名前が、その時代によってそれぞれ民族が違うかもしれないけど、確かに本当のやっぱり人類が女性から反映されたというのは、男性からは全部争いの歴史です。女性から生まれてきたら全部歴史が平和の歴史なんですね。だからそこによってどうしたかですね、一番わかりやすいのはですね、この人類の歴史ってもう何億年って言われてますね。もうないんですよ、証拠は。何億年前から現れてきて。でも、聖書の歴史が大体6000年前から記録あるんですね。そこから測れるんですね。そうするとその歴史の中で一番人物を分かるのは人間として現れてきたノアの箱舟、皆さん話があるんですね。ノアの箱舟が長崎に発見された、その話もあるって聞いてるんですけど、本当かなってある学者が言ったんですね。まあ結構それ時代があったと思います。で、それから
ノアがやっぱ全ての人類のカップルがもうオスメス、ね、男性女性全部そのノアの箱舟に残して全人類でもう新しい時代が始まったというですね。もう船がどっかに到着したことによってそこでノアの子供がですね3人がいたんですね。アム、サム、セース、あ、セースは間違った、ヤペットですね。セースはこのかあのアダムの子供が3人がいたんですね。カイン、アベルとセース。それから同じように下の三男、長男、次男、三男から始まってくるって歴史ありますけど、まあ、長男と三男も、これ我々は白人系、黒人系、こう黄色人種、いろいろあるんですけど、まあ、その、心理学者とかいろいろ言いますけど、我々は結果、宗教的な歴史と、まあ、ロハから始まった歴史が大きいんですね。で、ロハのサムからの子孫の中で、掛け図があるんです、詳しいことは。今日皆さんに分かりやすく、これ短く聞いたんですけど、これイスラム教、ユダヤ教、クリスト教の一番根本になる、根源になるのはアブラハムなんですね。で、アブラハムが奥さんが二人いたんですね。一人はサライと一人はハガル。で、私はムガール。そう。だからもう似てるんですよね。このアラビア語の発音とか全部ですね。ムガール、シャガールとかいろんなですね。もうエイトガール。なんかガールがつくものが多いんですけど、私にガールが、まあ女の子一人いますけど、日本人の奥さんと結婚してますのでですね、子供5人います。で、結構そこから長男から生まれてきたのはイシマエルですね。で、イシマエルの10人の子供から、これ今のアラブ民族。そして次男ですね。これはサラーってですね。これヘブライ人です。から生まれてきたのはイサー。イサーからヤコブ。これから10人の子供から、これ今のイスラエルですね。イスラエル民族。だから、イスラエルとアラブ、イシマエル民族、両方ですね、腹違いの兄弟なんですよ。だから中東の問題皆さんわからないとか言ってるんですけど、実はこれはね、もう本当に相続問題ですよ。もともとは、水で戦ったんですよ。水の井戸が濃いところが自分の領土にしたり、さっき小坂社長の話だけど、やっぱりね、もう自分の権力、自分が正しいだと思って奪い合って、自分の王国を作ったりした歴史があるんですね。だから相続問題で、未だに争ってるんですね。パレスチナ俺たちのもんだって、いやもうイスラエル俺たちのもんだって、奪い合って、それでもいくらこれアメリカがあって問題解決しない。シリアの問題もそうですよ。ISIS ができたもの、これ俺たちのもんだ。いや俺たちのもんだ。俺たちのもんだって。争いばっかりでああいうテロが起きたり、お互いに同じアラの神を知りながら、アラのね、アブラハムの思想でやりながら、お互いに殺し合ってる。だから基本的にね、これテロっていうのは昔からあるんです、これ。今じゃない、昔から。ただ大きくなって今名前がテロとついたんです。争いです。人殺しですね。兄弟を殺しちゃう。家族を殺しちゃう。そこにやっぱり何か道徳、倫理観がないから、こういう問題になっていくんですね。まあ、この話するとまた、あれですけど、皆さんにちょっとですね、詳しいこと。私のルーツも話したいんですけど、皆さんにちょっと、宗教のルーツもう一つ言いますと。これ、神様のルーツなんですね。神様はどうやって、歴史の中に流れてきて、我々に働きかけて、人間を中に中心として働きかけるんですね。先の話でですね、こういったですね、アブラハムの子供が、ですね、長男と次男が来て、こういう、さっきですね、アラブ。で、アラブに今からですね、1400年前に、モハメド先生、我々は結局ですね、神様じゃないんですね。人生の師匠です。我々の生き方、人生を教えてくれた。モハメド先生ですね。そしてちょうど、この、今から2000年前でですね、現れたイスラエルの中に、本当たくさんの預言者が来るんですよ。モーゼだとか、もう、聖書を読めばですね。ただ一番有名なのは、イエス様、イエス・クリスト。で、ここまで皆さんわかるんですけど、こっちはどうなのかってですね。我々はどうだ、私は別にアラブ人じゃないんですね。もともとイスラム教じゃないんですね。まあ、人種が違うんですね。アラブ人がもう、血統的なイスラム教でやるから、だから我々はですね、どっちから来てるかですね、実際は、この、アブラハムのいとこでロトって言います。で、ロトの長女と次女がいる。ここから女性から掛け図が出てるんですよ、実際。で、そこから生まれてきたのはですね、これアリア民族。我々アリア人なんですね。で、これはまあ、インド人、パキスタン人、まあ、バングラデシュ、まあ、全部こういう顔をしてるたちがですね、色ちょっと黒いか白いかだけで、アリア民族ですね。で、アリア民族の中にですね、今から2600年の間に、お釈迦様が生まれてきたんです。私みたいな顔したと思いますよ。ネパール人ですよ、お釈迦様が。ああいうもう仏像を見るとなんか日本人、中国みたいな顔を作っちゃってるんですけど、違うんですよ、あれは。もうネパール人です、これが。で、それは同じようにですね、神道の歴史も同じ、さっき言った2600年前からあるって言うと、やっぱり同時にこの精神文明文化が発展してきたのは2600年前からですね。人間の道徳観、倫理観、ね、人義、精神の例じゃないけど、すべて2600年から人間がちょっと人間らしく生きてきたんじゃないかと思って、そこからいろんな偉人、聖人が現れてきて、人類を導くようにしたんですね。で、本当に我々はそれですね、まあ、お釈迦様、神様でやるということも言いますけど、まあ、我々全部それ預言者という言葉を使うんですね。偉人、聖人という言葉を使います。もう人類を全て教えること。そしてそれに、
今からですね、この、16世紀に、モンゴル。モンゴルとしかですね、まあ、これはモンゴルはアフガニスタンから入ってきて、もともとチンギスカンの息子ですね。チムール帝国。でチムール帝国の息子がバブルがいたんですね。バブルが初めてインドに来て侵略して、モンゴル帝国だったんですね。そこでアリア民族、まあ、ムガル帝国作ったのです。アリア民族とムガル帝国が一緒になって、新しい民族生まれたのモンゴルからムガルなんですよ。日本語的にムガルですけど、本当は同じモンゴルです。発音の違いだけなんです。だから、モンゴルの子孫なんです、我々ですね。だから、ムガル帝国はそれで400年間国を作って、それこそ同じように、上下関係じゃなくて、王様、俺が王様だじゃなくて、中心になって、もう他民と同じになって、本当にね、日本の神道に似たような生き方でね、400年間続いた王国なんですよ。普通ありえない。大体もう30、40年行って王を殺して、自分が王になる、王を殺してなるけど、ムガル帝国は400年間続いたんですね。で、滅びたって、滅びたんじゃないんですよ。200年前に、イギリスから侵略されて、もう殺されたんです。我々の戦争で、長男の長男みんな殺しして、そして全部支配して侵略主義で植民地時代作ったんですね。で、私父から学ぶと、じゃあ我々はお父さんなんで生き残ってるかって言ってね、それ父が、いやもう我々って長男じゃないけど、奥様、一夫多妻の国ですからですね、2番目の奥さんの子供とか、3番目の子供とか、その血統の中に駆けずまってるんですね。だから、かえって良かったんですね。助けられたんですね。でそのムガールの子孫が今全世界にいます、もちろん。インド、パキスタン、イラン、ムガールの名前のですね、子孫がたくさんあります。ただ、残念ながら王室ないだけで、もう一回これ王室作ろうか、王国作ろうか、話はあるんですけど、ただ、我々自分の心が王国になれば一番と思っていますから。今生きた王子様であるのは味わってますから、平和の国に住んで、今一番王子様じゃないかって私は感じてます、自分ですね。だから平和の争いところで、いくら王国作ったって、まだ殺されて、またもう潰されちゃうわけですね。まあ、この話するとあれになるんですが、まあ、ちょっと皆さんに今日は話したいな。今日は何を話したいのかって、結局はその全ての宗教の目的とは何か。宗教の目的は基本的に人間の心をまた成長して、道徳、倫理観を高めて、素晴らしい心を持った人たちがですね、その心、宗教のもう一つ説明しますですね。これ何て書いてある？おかんもりに示すと書いて教えなんですよ。だから基本的に家の教えなんですよね。家庭教なんですよ。イスラムの家で生まれたらイスラム教。もうしょうがないんですよ。私は仏教になれないんですね。だってイスラムの家で生まれたんですから。イスラムの原理原則で育てられるんですよね。日本人はもう仏教の家で生まれたらもう仏教の原理原則です。もう葬式も儀式もね、浸透式でやる。結婚式もその儀式なんですよね。で、キリスト教とかでキリスト教なんですけども、by birth Muslim, by birth Christian って言葉を使うんですね。しょうがないんですよ、それ。ただそれはどれほど素晴らしい家庭教育を受けてるかが問題ですね。親の教えがちゃんとなければもうね、チンピラになる場合もあるし、立派な成人になる場合もあるし、それは全部宗教の目的がただ拝むんじゃなくて家庭教である。で、それはやっぱり心ですね。心をどうやって進み上げるようになる。で、心ってですね、やっぱり、私が心と体と血液の言葉を使うんですけど、心はハンドなんですね。で、体はボディなんですよ。で、血液はこの中に経済ですね。これ3つのバランスを取れば人間が幸せになる。宗教だけでは幸せにならないんですね。宗教拝めばね、とか宗教団体入ればもう幸せになると、みんな一生懸命やってるんですけど、ならない。それはね、まずちゃんと自分の体も大事にしないといけない。そしてそれは血液も回さないといけない。でそれで結局この三つのバランスによって初めて人間が幸せになるの。これは個人でなれば同じように個人になって、家族が幸せになり、家族で幸せになったら民族幸せになり、民族幸せになったら国家が幸せになって、国家が幸せになって世界が幸せになる。根本、ここから直さない限りは、世界平和はならない。はっきり言って。みんなやってるのも立派な話いっぱいしてるんですけど、根本的な原理から外れて、もう宗教ばっかりで一生懸命言って、もう世界巡礼が平和でありますように祈ります、私も。祈るだけじゃ治らないんです。行動を起こさない。でもそれに、また経済、うん、貧乏人が多すぎるから、それで彼らはお金持ち国家、ね、ヨーロッパとかもうね、もう発展途上国家とかですね、もう先進国家に違いがある。恨み妬みがあるから、もうそれで争いが起きるんですね。だから貧困とかいろんな問題解決しない限りは、世界平和はもう肩宗教でもできないし、じゃあ政治でいくか政治でもできないんですね。じゃあ経済だけできるかできないんですね。だ3つのこれがトライアングルのバランスが、日本の経済化、ね、政治化、そして宗教化。すべては一緒になってコラボレーションして中心になって、誰が中心になる？だから上に立っちゃいけないんですね。中心になるようなその指導者がいないんですね。みんな上に立っちゃうから、俺は俺だってさっきね、小坂社長から話し、だから問題になってるわけですね、世界の。まあ、この話するとまた時間がなりますと、今日、時間ないで、なんかタイマーまだ出てないですので。
で結局何が大事なのかってですね、教えなんですね。で何を教えるかって、宗教の教えが2つあるんですね。道徳倫理って教えです。だから日本はごちゃ混ぜしちゃうんですけど、皆さん今日分けてほしいんですよ。道徳は違うんですよ。倫理は違うんですよ。道徳は英語でモラルと言います。倫理はエティクスと言います、ね。で、道徳には結構どっちかって学校教育なんですね。何を教えるかって知識の教育。1たす1はってですね。そして集団的、学校行かなければいけないですね。で、これは先生が必要。で、ここに強制的にやらなければいけない。もうスパルタ教育あっていいぐらいと思います。もう体罰使ってもいいんですから。なぜかモラルですから。電車並ぶとき、並べってなければ、もう、鞭叩き何回も受けたことあります、学生が。並べって間違ったら、やっぱり、動物みたいに、厳しく、もう、親も厳しくしないといけないですね。で、これはもう、賛成です、私は。体罰はっていいです。ただ、倫理というものが何かですね、これは基本的に家庭教ですね、私たち。おかんも倫理します。これは本当の宗教なんですよ。家庭教の中に何を教えるか、進む心の教え。これは個人教育ですね。5人子供いますから、それぞれの個性が違うから。平等に扱えないんで、だから平等ありえない世の中、平等に扱えてない。それぞれに合ったような価値観。まあ、自分子供5人いますから、長男は辛いの大好き。自分下は食べれない。だからそれを辛くする前に、まずそれぞれに分けて、親の気持ちで、それぞれによって、いい加減じゃないけど、まあ、お湯を入れるときも、いい加減なお湯を出して、ね、子供は熱いお湯に入れない。だから、大人手は入れる。だからそれぞれに合うような考え方によって、これが本当のバランス取れるんじゃない。で、これはやっぱり両親が必要ですね。ただ残念ながらでも、ね、シングルマザーもいるし、まあ、パパだけで育てる日本でこう家庭問題大きいんですね。そうするとまたそういうハンディが、精神的なハンディが生まれるわけですね。本当は両方が必要。両親、ペアルっていう言葉、ペアなんですね。ペアが崩れると問題になるわけですね。で、それは基本的に強制的ではない。ここは対話しちゃいけないんですね。だから進む心を優しく、だから母親に抱かれてもね、対話はダメなんですね、ここ。で、どういうことかというと、父と母の役割なんですね。これ本当にイスラム教教えてる家庭教なんですよね。親がしっかりしろよって教えるんですね。だからこれ本当の根本的にどんな宗教も同じだと思うんですよ。で、我々結構小さい時学んだのは、これは本当に家庭の倫理観。これ私の個人の話します。父から学んだことは、父が方向性を教えるんですね。社会に出てるから、ね、後ろ姿で、ね、もう語るとかは父親が後ろ姿見てね、もう子供育つんですよ。背中で語るで日本では話しますけど、母親は何を教えるかってですね、これお器なんですね。父親が教えるのは方向性。母親が心を大きくしてですね、これはもう愛のですね、この心が父親じゃないんですね。父親はいつも大罰ですよ。お前塾行ったかとか、宿題したかとかですね、いろんなもう大変なことがあったの、嫌になるぐらい父親だったんですね。でもそれはやっぱり責任請求してるんですね。だから絶対必要なんです。だから人間に何が必要かですね、責任と愛。愛だけでも甘えん坊になっちゃいます。違うんです。必ずこう身がね、自分の権利を象徴する。権利はいいんですけど、それは自分の人権とか自分のね、あるけど、結構全部ですね、責任と愛なしで、これで初めて心ができるんですよ。心の人、右左足あるんですね。片方の足で心もさ、ね、ならない。だから、コロコロ変わるから心と言われますから、日本でもですね。そうじゃなくて、やっぱり責任と愛ですね。で、ここでですね、根本的なイスラムの原理を教えます。先ほどですね、儒教で教えると、まあ、五条ですね。先ほどですね、神霊、神義、一致、理って五条で、すべては五行なんですね。五つの行いなさいって言われるんですね。順番が違ってる。だからそれを神義って言われば、神の上では、一番目、カルマって言葉を使いますので、これはカルマ、信仰告白。あなた何を信じてるか、まずみんなに言いなさいって。そうですね、人間の信じるものがあるんです。で、私から言って何かと。アラは唯一神であり、モハメドはアラのメッセンジャーである。これ私の信仰告白なんです。私はアラ信じます。神様信じます。ですからまあ私は神様と一緒にいますから、心に染ましたい。だから私の人生の趣旨は、モハメドが教えてくれたこの先、親を尊敬しなさい。先生を尊敬しない。家庭の道徳観、倫理観。だから自分の師匠は誰なのか。で、これが一番目。で、二番目何か、じゃあもう、これ信じる問題はこれ形で表しなさい。言うだけのは簡単だけど、形に表さないと限らない。そうすると、確か1日5回ですね。お祈り。5回のお祈りは何かですね。朝5時。そして午後2時から。そしてまた3時から4時。で、太陽が沈む前。そして夜寝る前。まあ、わずか5分くらいですけど、ずっと祈りじゃなくて、まあ、感謝の心。今日も1日ありがとうございました。で、私の母から、ま、学んだことですけど、お祈りでですね。これ雑巾であると言われたんですね。人間1日生活すると嫌なこといっぱい起きるんですね。もう田中さん嫌い、あの人嫌い、もうあの人がやられた、こっち言われたり、もうとんでもない心が汚れていくとですね。そして朝汚れたらちょっと昼ぐらいまでちょっとそれお祈りすれば掃除できるんだ。
だから、きれいな雑巾を持って歩きなさいよってですね。ね、汚い雑巾持ったらあなた人の心まで汚しちゃうよってですね。だからお祈りってきれいな心、祈る心を持って雑巾で自分を掃除することですね。でそれは5回お祈りする。で、その次はラマダン。で、結局ラマダンって何かですね。これは断食、1ヶ月断食。12月に12ヶ月ありますけど、1ヶ月必ずずっと食べないわけじゃないけど、午前中食べて、昼抜きだけですね、午後食べます。そしてそれは我慢精神の教えですね。植えてる人たちの気持ちが味わいなさい。そして昼のランチのお金が寄付しなさい。そういう寄付の考え方ですね。だから人間やっぱ我慢精神がないと切れちゃうんですね。で、その次は、はい。巡礼ですね。まあこれは余裕があれば、メッカ巡礼、政治巡礼。日本でもですね、巡礼しますね。いろんな神社参りとか。やっぱり心の表れですね。人間の心のふるさとってどうなのか。信じるところが精神的なパワースポットか、日本の場合は神社ですよね。神社仏閣も参りすること。言ったらそこで何が感じる？それは巡礼も必要なんですね。なぜか魂の一回巡回しないといけないからですね。で、その後我々からメッカにやりますから、まあこれは決まりじゃないけど、まあ余裕ある人たち。昔はお金持ちしか行けなかったけど、今飛行機もある。もう全部行けますのでですね。で、最後は何かですね。これはザカーっていうことを言いますから、ね、寄付、寄して、まあ寄付金ですね。まあ記者とか言葉、いろいろことはありますけど、基本的に喜んで捨てるじゃなくて、やっぱり人の心を考える。すべての問題はやっぱり自分のためにって、世の中困ってる人たちいるから、じゃあ恵まれたそれたちのために寄付しなさい。で、これは寄付することによって自分の救われるとか余裕があるからですね。だから社会福祉なんですよ。で、これは合議を得ることによってあなたはムスリムだって言葉なんですね。イスラム教徒にあれば誰でも。だから私が言うと誰でもイスラム教です。本当に人間の根本的な原理なんですよね、これが。誰でもやったらもうこれは神の子になる。イスラム教で言えば神の子という言葉は使わないんですけど、やっぱり神の奥の愛そのままやってるんですね。で、これは五行なんですね。で、これにもうちょっと詳しいことを話していきますと、この流れですね、今、どういう流れが流れてきたんですね。さっき神様の歴史ですけど、やっぱり我々一番信じるんですね、このアブラハムからの歴史です。で、これはですね、精神的な人類歴史です。皆さん学んでる学校の歴史があるのは、あれも普通のね、歴史ありますから、もう人が進化してきて、なんか猿からこうなってきた、いろんなあるんですけど、我々は精神的な歴史ですね。この精神的な歴史が何かですね、これ、我々は基本的にイエス・キリストを中心としたカレンダーができてるの。みんな今日2015年でしょ。誰を中心としたカレンダーができたんですか。これキリストの誕生日なんですよ。で、本当キリストは上じゃなかったね。やっぱり中心だったんですね。ただユダヤ教はそれ分からなかったからですね、もうなんか頂点に王様にしてもらおうと思って、サインを撮影しちゃったり失敗したんですけど、まあイスラム教はそういうことはあまりして、ことは言わないですけど、基本的にイエス・キリストによって紀元前と紀元後を決まってるんですね。2000年前と2000年後。2000年前の歴史は明確に分からない。アブラハムから400年後にモーゼが割れてきたんです。これユダヤ教の根本的な10回を作った縁が皆さんあると思いますので、石板あってですね。ユダヤ教の流れである。で、その中に日本人ももしかしてユダヤの、ね、子孫じゃないかって一部族、12部族があって1部族が失われた部族がある。どこに行ってしまったか、もしかして日本人じゃないかって、そういうルートもあるんですね。だから確かに似てる部分があるんですよ。なんかもう、その石板がどこにあるか最近まで研究したら、小坂社長にも今度調べてもらいたいんですよ。なんかその石板が平立て陣にあるらしいよって言われたんですよ。本当かよって言ってですね。だからそこはね、開けてくれないな。2600年前の歴史やったら絶対あるはずだって。そこ一番目はもらってきたんですね。で、日本人はそれを大事にしてるから守られてると。そういうまあ、私は学びいろんな噂の話聞いてるんですけど、まあ結構それを大事にすることですね。教えなんですね。で、その教えとか伝統を学んでいくか、モーゼから1000年後ですね、お釈迦様が生まれてきたんです。ちょうどね、イエス・キリストの600年前です、お釈迦様が。で、それ結果に精神的なこういう教えが出てきた。ユダヤと仏教を中心としたインドまでずっと広がったんですね、精神文明が。そしてずっとこのパキスタン、ガンダーラ、アフガニスタン、中国のね、韓国を渡って日本に入ってきたのが仏教と言われますね。だから、神道はもともと日本にあるものだから、神道は広げられるね。神道中心に、自分を中心にやってきたというですね、歴史がある。で、その後ですね、イエス・キリスト600年後にモハメド先生が生まれてるんです。で、モハメド先生が今言って1400年後までの予言がいろいろしてるんですね。で、何を予言してるかって、まあ、キリストにとも、キリストはもう一回現れてくるというですね、再臨するとか、メシアしそうだとか、それで今いろんな宗教が出てですね、俺はメシアだとかですね、もうアメリカに行ったらたくさんのキリスト教団体出ても、雲の上にも待ってるんですよ。もうキリストが現れてくるんじゃないかとかですね。で、同じように仏教も同じようでね、末法思想でね、弥勒菩薩が現れてくるとかですね。そういう話でみんな、もうなんかもう待ち望んでるしね、誰かが救い主って私を救ってくれるとかですね。で、こういう予言があるから、
基本的に2000年前も同じような予言によってキリストが現れてきたけど、みんなわからなかったんですね。で、結果その後今度もモハメドが何か、モハメドがもう一回現れてくる話はないんです、イスラム教は。再臨という言葉はないんです。基本的に自分の心を中心として神の道へ行きなさい。神はあなたの救い主や神様であるが、だからあなた神様を信じるかどうか、あなたの心に神がいるかどうかですね。だから自分を悟りですね。自分の悟り中心として、モハメド先生は自分にも上に立って指導したわけじゃないんですよ。いつも中心になって、12人の弟子を触らせてですね、みんなの話聞きながらですね、ずっと広げていったから、今世界で2番目の宗教がイスラム教ですよ、皆さん。1番目はキリスト教。数的に。2番目はイスラム教。テロリストあれはわずかですよ。もう、過激派とか。たくさん、でもそれもあっていいじゃないかと。恨みで旅の文化だから。国によって違うんですからですね。で、結構それで2000年よ。で、ここに結構ですね、今2015年って我々もありますから、これからの時代はどうするかっていう、私のこう今やってるミッションですね。私は自分の使命を持ってるんですね。何か全ての宗教を対話して、お互いに神の道行けば、世界平和になると思ってる。で、それ一番近いのは神道じゃないかと思ったんです。もう本当に、結構神道と受け皿が大きい。私も実際結婚した時は、新式でやったんですよ。日本人の奥さんと結婚した時ですね、初めて親がもう反対したんですよ。なんでこんな、いや、おぞろの神の別れのわからない、ね、お嫁もらってくると困るよ、これはですね。ムガル帝国の恥であるって、ものすごく反対されたんですよ。でも私はもう神様とこうね、喧嘩して、神様、愛は先か、ね、宗教先かって言ったら、だいぶ自分のアラマ神と戦いしましたね。だってアラマ、あなた愛してるよね。まあ、愛は先だよって言われて、確かに愛は先なんですね。で、結構まあ、ここまで話したんですけど、皆さんにちょっと最後終わらせて。結局、宗教の目的とは何かですね。まあ、宗教とか、まあ、道徳倫理の目的が、基本的に私はですね、こう人間の、ね、人格の形成ですね。で、世の中に6種類の人間がいるんです。6種の人間なんか皆さん自分で当てはめてみてください。これを説明しますですね。私自分なりで、まあ、聖人とかね、まあ、神の人とかね、新人とか誰なのか、それ後で話しますけど、まずこの6種ですよね。偉人、英雄、ね、善人、凡人、悪人。悪人って決して人を殺したからですね、悪人じゃないんですよ。もちろん殺人したとか、強盗した。それはもちろん、もう犯罪者ですけど、悪人って結局ね、自分さえ良ければいい。ここから悪の選手に入っちゃうんですよね。なぜかともう隣近所にご迷惑もかけるし、俺だけさえ良ければいいとかね、勝手なことする。これは本当に何か周りがそういう人にはネームプレーつける。ああ、ネット悪いやつだって、ね。だ悪くないと別に簡単です。もう犯罪を起こさなくていいです。自分中心に行っていけば周りが、ああ、ないと勝手ない人。ここからも悪い人の始まりなんですね。で、もう一つですね、この上の人がいます。これは凡人、まあ普通の人。これ言ってもいてもいなくてもどうでもいいというような人ですから、別に何かと。悪いこと分かってるんだけどしないけど、まあいいこともしないって。どっちでもならないんですね。いや、もう世界平和たまやりましょうとか、ボランティアやりましょう。俺はそんな暇ないって言って。悪いこともしない。だから、どうでもいいですね。いてもいなくてもいい。ここから本当の話ですね。善人とは何かって。善人とは隣近所のために生きたい人ですね。例えば隣の家に火事があって、まあ自分のことほったらかしても相手の子供を助けに行くとか、ね。大洪水があったとか、津波があったとかも、そういうの我々もたくさんイスラム教徒たちがボランティアに行ったんですよ。茨城にですね。やっぱり、助けることは大事ですね。その時は本当にもう放射線が出るからですね、ほとんどの外国人が逃げようとしてたんですよ。もう、まあ、成田を飛んでる。でも、イスラム教徒たちはみんなね、茨城とか、あそこに行って、もうご飯持ってって食べさせてるんですよ、みんなに。それで日本人からすごい尊敬されて、イスラム教徒の人たち何なのかって。ここに来て放射線浴びるじゃない。いや、これはあの恵みで我々は守られるって信仰なんですね。まず人類を助けることは先だから、人のために尽くすこと。だから人に助けること、人のために生きること、ね、田舎から何かお饅頭が来たとか、柿が来たとかね、何かもう果物来たとか、まず配ること。田中さんにあげる、中村さんにあげる、小笹さんにあげる。残った分だけ自分、まあこのぐらいでいいじゃないかって。自分はわずか必要な分だけ残っていくと、周りが、あの人、いい人。人のことを考える人だからですね。だからそうやっていい人って別に自分からならなくて、自分の行いによって人がその人にネームプレつけてくれるんですね。で、もう一つ上に行きますと、今度この英雄。この英雄って言うんですよ、今度自分の近所じゃなくて国家レベルでやる人なんですね。例えば隣の国に何か不幸が起きた場合は、一生懸命行ってもう助けに行くとかですね。もうね、津波があったとか助けに行くとか、何か侵略されたら助けに行くとか。で、これは私ですね、よく日本で分かりやすく立てつかで、例えば朝鮮、動乱の時、北朝鮮から南がね、攻められてきた時は、マッカーサーがもう反対しきってですね、
もう守ったんですね。だからマッカーサーってアメリカ英雄国家になるわけですよ。で、これは英雄国家っていうか、マッカーサーの銅像建てられるでしょ、南韓国で行けばですね。でも残念ながらその人、ある国では英雄なんだけど、38度線超えていくとここからボロクソと言われますね。お前のせいで俺たちひどい目にあった。で、ある国では英雄なんだけど、ある国に対しては悪人なんですよ。だから英雄も国境を越えることはできないんです。で、それ、先生国境を越えることができる人たちは誰かって、これ偉人って言葉ですね。これ誰かって、人類のために行った人。これ何か人のため、とりあえずこれはもう誰があるかも人を助けなければいけない。今で言えば、例えばマザーテルサですね。人類のために行った人ですね。あれほどインドの孤児をですね、もう自分でね、もう抱きしめて、もう死ぬ前の人たちをですね、もう体洗いながら、これも本当にジョーコさんから、先週話聞いたんですけど、会ってきたんですね。で結構なぜあの人たちにね、少しできるか、私は見て近づけないし、雷病もあろう、伝染病もあろう、もう死ぬ前だけど、混ぜている際ってその人たちを洗って、最後に温かいスープ飲まして、どうぞってあの世行ってくださいって、たくさん言うと生かしてるんですね。で、なぜあんなことできるかって、混ぜている際が言ったのは、実際は、私はあの人たちはイエスだと思うから。あの人たちはイエスキリストである。すごい精神なんですよね。その人たちのために、これは本当の人類のために行った人たちだね。これは結果、それぞれの民族に、100年の間に10人から10人、たくさん現れてこないんですよ。10人、100年の間に。日本にもいるはずです。私ちょっと勉強してないけど、それぞれの国、民族に現れてくるんですよ。でも、1000年に1人しか現れてこないというんですよ。これ1000年、2000年に1回。そういうどういう人なのかですね。1000年、聖人と言われるんですよ。これはイエス・キリスト、モハメド、お釈迦様、ね、孔子、まあ、いろんな偉人聖人がいるんじゃないですか。歴史の中に名を残している人たちは、五大宗教と言われちゃう。あれみんな聖人と言われる。なぜ、ホーリーピーポーと言われるの？やっぱり2000年、3000年に行って彼らが、今生きてる間ことは2000年先のことを予言してるんですね。1000年先こうなりますよって、1000年先のプログラムを持ってるわけですね。で、人類にその予言として警告して出していったんですよね。で、信じるか信じないか別の話でですね。だから結局は、こうやってその人たちは神の人とか、精神なのか、人間もどうやって神様になれるか、どうやって精神になれるかですね。その人が行いなんですね。で、我々もどんな方針言ってるか、誰でもみんななれるんじゃないですか。神様になろうと思ったら、精神になろうと思ったら、自分の行いなんですよね。だから自分が今どこまで行ってるか、ここなのか、ここなのか、ここなのか、もう自分の生き様なんですね。で、これは本当の私はですね、まあ人間の生きる目的は何か。ね、どこから生まれてきて、どこへ行くのかってですね。これはもう父上から学んだんですけども、宗教の目的もそうだと思うんですね。で、そこでちょっと一つのですね、例え話話して笑いしたいと思いますね。父親に聞いたんですよ。お父さん、私どこから生まれてきたかって。もうそれは簡単だよって言ってね。お母さんから生まれてきたんじゃないか分かりやすいんですよね。だから結構どこへ行くんだって。そうだね。だけどね、人間がまず子供の頃から若くなっていくんだ。で、若さって何なのか。これはね、若くなってみないと分からないんだって。すべて経験だってね。子供は若くなった時に初めて若さって、ああ、こういうね、もう恋したい、もう人好きになりたい、こんなパワーあるって、若さは経験しないとわからない。で、今度は若さからどうなるか、年取っていくんだって言われて。年寄りってなんか、もうこれはね、年寄りになってみないとわからないですよ。どっか膝痛い、腰が痛い、もうこっちだ、痛い病を持ってるお年寄りいっぱいじゃないですか。これその人の気持ちになってみなければわからない。教えはないんだって、世の中は。すべては経験から生まれてくるもんであるから。そうですかってお父さん、いやもう年寄りになって。じゃあ年寄りになったらどうなるの？それから死んでいくんだよって。で、死は何なのかって。そうだ、これ。死んでみなければわからないって言われたんです。すべて経験であるんですね。で、結果それでじゃあ分かったおっさん、でも本当ね、ルーツは聞きたいんですね。自分はどっから行くか。で、これはね、死から考えたらいい。死ぬ前どうだったかって。年寄りだった。年寄り前何だったかって。若かった。若か今なら子供だった。子供前から、こっから哲学が始まる。そうだ。お腹の中に赤ん坊だった。そうでしょ。で、赤ん坊前に何だったか。ここがどんどん父親が、そうだね。もうやっぱ血液だねってね。お父さんの血液って父親の血液、ね、お母さんの血液によって。自分は血、で、ルーツは血液なんですよ。で、血液前何だったかって。血液はどうやって食べ物だ。結構食べ物は先祖であるんですね。この前、小崎島で俺たちはもう先祖を食べてるんだってですね。確かに自然の中で生まれてきた。大地から生まれてきた食べ物によって血液ができて、人間ができて、アメーバができて、もうこれは進化論ですよ、本当にね。だからルーツは全部土から。だから土から生まれてきたから土に変える。死んだら埋葬です、それですね。死んだらお墓作って土に戻すんですね。で、お父さん、それ分かったけど、土から前なんだ。そうだ、土前なんだ。石だったって。石が土溶けてね、雨が降ってるの。なるほどって思ってね。
石の前なんだったけど、これはビッグバンだったんですね。どんどん行くんですよ、それは。いや、ビッグバンだった。あ、それは結果ね、宇宙エネルギーであるから、誰かがこれを起こしてるはずだ。それは我々は見えないけど、我々は結果作られたためだから、ね、ホンダの車を見ててね、ホンダの車に来て、お前誰が作ったかってわからないでしょ。メーカーに聞かない限りは、私が作ったって知らないよって言ってね。だから基本的に自分の創造者に聞くしかない。私が誰、なんで作ったのかってね。だから結果私たちのルートはそうやって、神から生まれてきたから神に戻るんだって考えた。イスラムの根本的だけど、ただ、魂はどこから来るんだってこれまた聞いたんですよ。肉体は分かったんですよ。で、これは神様はやっぱり光であるんですね。これは人間がだんだん成長するときによって自分のインスピレーションって、これは天から来るものである。天の理、地の理という、天の原理と地の原理が、両方一緒に学んで人生を歩まなければいけないですね。だから我々は結局ですね、生まれてきたのは神様が生まれてきたから神に戻らなければいけない。だから死は怖くない。だから生きてる目的は何か、やっぱり自分の魂をレベルアップして、人格を成長して、神に近づいていく。神の似た姿。神様は人間作った、似た姿に作ったって聖書に書いてあるんですね。だから結果、人間は万物の霊長である。一番似てるのは人間ですよね。神の女性の姿は女性。男性の姿は男性。両方を一緒に愛すれば神が現れてくるって書いてあるんですね。だから物語は、なぜ愛は中心かって、すべての根源は愛であるということですね。言ってるんですね。だから愛を中心として、夫婦の愛、子供の愛、ね、男女の愛、おじいちゃんおばあちゃんの愛、だから愛を体験しない限り我々は神を体験できないということですね。だから今日はちょっとまだ、一本ありますね。で今日はですね、今日、残りの時間またですね、一本でやりますから、小坂氏はちょっとこう、トークしながらですね、皆さんの質問に答えてですね、行きたいと思いますので、一応この辺でですね、私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。この夢が